加入発表前のピーター・ウタカを徳島駅前で見つけた伝説の男、金太郎です。よろしくお願いします。これ本当なんですよ。実は高校3年生の時にね、王将で飯食った後に帰ろうと思って、ほんだらなんか黒人おって、めっちゃピーター・ウタカ見とったんよ。もう J リーグ大好きやったっけん、ウタカやんって言ったんよ。ほんまにウタカだって、まさかの、はいみたいな。ウタカ写真って言ったら、写真撮ってくれてツイッターあげたんよ。大バズりしました。ということで今回からの企画、徳島ヴォルツで J1 優勝を目指そう。FIFA 2022に、徳島ヴォルツがついに入ったということでね、 J1 昇格して、搭載されたんで早速やっていこうじゃないかと。 FIFA 16から僕たちやってます。圧倒的 FIFA 信者です。7年間 FIFA やり続けてます。大好きなんでやっていこうじゃないかと。銀太郎のその J1、優勝を今日裏阻止したいと思います。そうですよ。今回 FIFA をするにあたって対戦相手がいると、うちの、ポークビーンズのメンバーりょうくんが対戦相手と務めていただきます。まあ、彼はね、徳島出身でありながら、ヴィッセル神戸しか試合見てないんだよ、彼。もうやべ。ということで、まあね、早速やっていくんじゃないかと。まず軽くその数値を見ていきますよ、みんなの。軽くちょっと数値に文句を言いつつ、やっていきたいと思います。まず、ゴールキーパー、上福本63。まあまあ、こんなもんでしょう、上福本は。今日の試合ひどかったんで。で、右サイドバック、岸本武。武65。もう、ちょっとあってもいいな。タケルは。まあでもね、このFIFAでは、タケルのクロスから得点を量産していこうと思ってます。次、福岡、64。まあでも、64にしても、彼右利きで、逆足が4で、両足使えるんで、いいんじゃないかなと思います。いいね。カカ。カカは70あってんじゃん。さすがに。もうちょい欲しい。もうちょい欲しいよ。まあでもね、21、2歳で若いんで、期待したいと思います。ジエゴは68ないだろ。おい、FIFA。怒られるって。ジエゴは68ありません。FIFAさん。これちょっとFIFAに文句言っておきます、僕はすぐ。電話しとくんで。まあね、徳島サポーターの皆様なら、ジエゴが68ないことは分かってくれると思ってますんで。まあでもね、彼も頑張ってるんで応援していきたいなと、思います。足速いんで、彼。速いなぁ。あと多分、このね、セレブレーションでこのロングスローあるんで、これを活かしていけたらなと思います。次、宮代。宮代64。ちょっと低いな。まあでも、いろんなとこできるんで、いいんじゃないかなと。もうちょっとあってもいいけどな。鈴木徳馬64。まあこんなもんか。ケンさん、68。70当てんじゃん。岩尾は、岩尾のケンは70当ていいと思います。こちらもFIFAに連絡しておきます、一応。ドライナーとなっていうことで。で、西矢、66。まあね、逆足も3あって、ドリブルできるし、スタミナもあるんで。足も速いし。足速いな。なんかドリブルやっぱ上手いんで。期待して使っていきたいと思います。で、馬券がいいね。助っ人足が速い、フィジカルも強いんで、数々の敵をめった死にしたいと思います。かっけー67。いいでしょう、フィジカルも強い、強いな、足も速い。収めてほしいね。収めも、この現実ですっごい収めてくれるんで、守備もね、しっかりしてくれるんで期待したいなと思います。で、サブはもうこんな感じですね。ワタイはもっと当てんじゃん。小西なんかもね、フライスルーパスに期待して。すっごい笑ってる。うっちー、すっごい笑ってるね。いいね、期待したいと思います。太陽60。いや、これすごくない？これ高いね。何その気持ち悪いの。高いねって。高いね、高いね。太陽、高卒のルーキーのなんか J1 名門みたいなのあるやん、いろいろ。そのクラブの子たちより数値高かったけど、もうあるよな。もう我らの太陽なんで期待していきたいと思います。まあこんな感じですね。早速じゃあ試合の方やっていきましょうか。まずは記者会見に参加します。ちょっとだけぼやとする。ちょっとほぼわからん。デビュー戦に向けて準備はしっかり進んでますんで、勝つことだけ集中してやっていきたいと思います。まあ戦う準備できてますということで、まあ適当にいいですよ、ここら辺の最初は。この試合の意気込みは？この試合はもうとりあえず開幕戦ではもう勝利が絶対条件なんで、これでやっぱリーグのその流れって決まってくるんで、絶対勝ち点3をつかみたいと思います。早速いってみましょう。シーズンの目標は？もちろん優勝ですよ。まあね、現実ではその残留争いしてますけど、しっかりとここじゃない、優勝争いにめり込んでいけたらなと思ってます。ちなみに、はい、外国人のあれは人数とか？あ、5です、もちろん。やめてくださいよ。そこはしっかりしてもらう。5やな。はい、はい、ということで、
ボルツ、うちのフォーメーションは、4-2-3-1 ということで、トップ下に渡井を起用しております。で、あとはこんな感じですね。岸本、福岡、加賀、ジエゴ、宮代、徳間、岩尾健、西谷で、渡井のトップ下で、トップに、垣田。まあ、これでやっていきたいと思います。で、そっちはなんか注目選手。注目選手は、うん、このサブにおる。サブかい注目選手。トティッティ。トティッティ。スティッチです。スティッチじゃねえわ、そいつ。ちゃう。ちげえわ。この人、最近加入してね、身長あるんで、くっつかつえぐりたいと思います。身長で。やめてください。早速行ってみましょう。さあ、始まりました。開幕戦。はい、おい見せどうこいつ。ちなみになんですけど、今回なんですけど、徳島ボルツを使うっていうことで、徹底していきたいのが、あくまで、ボルツのサッカーで勝ちたいと思います。しっかりボールを回しつつ、試合を支配して、得点を取るという形で、ポヤトス式サッカーをここで展開していきたいと思いますんで、そういうところでやっぱね、徳島ボルツサポーターの心をわしづかみにしたいと思います。楽しみだ、やっと使えるぞ。始まりました。まあね、全体的に俺はこう、チラスサッカーが好きなんで、気持ち悪いことよな、早速。北海道コンサドーレ札幌と戦います。絶対勝つんね。幕開けの雰囲気は何度味わってもいいものですね。なんかもう負け方教えてって感じかな、こっちからしたら。サポーターも久しぶりのリーグ戦に後悔するぞ。抑えられない様子です。ここで勝ち点3を獲得し、シーズンの好スタートを切るのはどちらのチームになるのでしょうか。グッ、いいよ。ん、タグマ、グー、キーパーが止めました。ファインセーブです。オッケーオッケーオッケー。おーおー、試合開始早々先制点が決まるかとも思われ、お得意です、やめて。ありません。紙吹くもののお得意です、やめてくれ。今日はクラブにとって新たな監督を迎えての初試合となるわけですが、まあ、しっかり回しつつやっていきたいと思います。この新監督がチームにどんな影響を出すと思いますか。まあ監督交代にはいろいろな理由がありますが、どの監督もチームを強くするためにやってきます。監督のプランとそれを実現する選手たちが、いやー、もう支配されてるね。チーム全体のモチベーションも上がって成績が上がっていくでしょうね。タッケル、お前らしくないことすんなで。まだ何とも言えませんが、まずはこの試合で仕上がり具合を見せてもらいましょう。ディレイディレイ、ここでボールを取り返します。オープンないの、おい、やめろって。それさっきからお得意なやつ、ただ空いてるよ。おい、ファールは通りません。ボールをアタッキングカードへ持ってきました。チャンスになりそうでしたが、ここで相手ボールとなりました。ちょ、お前さ、待つなて。迎えに行けって。お前なんか阿部先生に言われたの。え、ここで取り返します。阿部先生、いいタックルでした。ダメだよ。いやいやいや、これパスコース切っていこう。こいつパスつなぐから、なんか知らんけど。立て前でよ。鈴木。徳間。ジェイゴー、ゴールがいてるぞ。まずはパスを回して隙を狙います。おい、グー、先にボールを失いました。かかってきなさい。うう、残す。あ、何やってボールを失いました。何やってん。俺らのこの試合生ぬるない、生ぬる試合続いてるよ。結構いい勝負しような、得点的には。宮城、歓喜あるよ。のテンションが上がります。ゴール前に出てきました。相手陣内でインターセプトした。うー、ここは喋らん。うまくコースを切っていましたね。いやー、惜しいな。ボール2個分といたところがでかいんだよ。俺は座らせたいと思います。いや、スタジアムでかすぎやろ。ちなみにこのスタジアムは6万人入ります。福岡、福岡、すが、あかん、うん、カットします。焦ってるね。いいよ、ナイスパス。15やる、あれたまにやるから今の。何それ、そんなんできるの、聞いてへんぞ。大事なん、チャンスだ。バモーバモー、僕を負けさせてくれ、僕を負けさせてくれ、りょうくん。
タケルなんですよ。素晴らしい。ちなみに現実の開幕戦もタケルのゴールであれしましたから、ね、始まりましたから大分戦。いや素晴らしいランですよ今の。よく見ていました。いやいいね。守備の裏をつきました。素晴らしいゴールだ。見逃しませんでした。すげえな。素晴らしいフィニッシュですね。クラブワールドカップ出とったやん。やめてこれ。お前ネイマールネイマールのこれやめて。見逃しのやつよくするから。作戦通りリードができて、オッケーいいよ。勝とうよタケルーって言うけどポエトさんよ多分。切り替えって前から行こう。乗ってるよ福森明人。グーワイトちゃんこれもういけるんじゃん。これ何これ、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 クリア。グーファウルは、オッケーオッケー、いいよいいよ、素晴らしい。枠には飛ばないと判断したようですね。鈴木このケンさん落ち着きよね。やっぱボルツ支えてるのは徳島の要なんで。リードを奪っています。パス回しにも余裕が感じます。おいやめろてそれ、ボールはどっちだ。それあるてほんまに、それあるぞ、その感じで見たことあるぞ試合で何回も。ボールは相手チームに。いや。サイドが空いていますね。ううかぎ。うわですね。怖いわ。決めろで。決めるとこ決めんなお前。近くぞ。このチャンスは決めてほしかったですね。少し焦りが出たんでしょうか。ジェゴ対応。ディレイ。グーかか。体強いね。グーいや。うわーずれるか。それずれるか。カウンターのチャンス。ここは決めたい。カウンターから決まるか。いやー。サッカーしようぜ。なそれ。稲妻イレブンみたいなこと言いやがって。北海道コンサドーレ札幌は日本サッカークラブ史上初のクラブ専属オフィシャルダンスドリルチームが見た見た見た。ギバーすげえすげえすげえ、もうすげえ。オッケー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 、キャッチキャッチ。すげえってやめて。ほんでそれ連れみたいなやつ何かしてきそうですが、鈴木。おいなんなんその、これまずいよ。失い方なくないな。いや、はい、グー、素晴らしい。福岡クリアで、もうクリアで、かけグー、大っきいな。かきたかきたしてます。素晴らしい前半。どういうこと、分かりません。いや、いいね、タケル。さあ、行こうか。よし、追加点取ります。前半開幕戦が一番大事なんで。プレスが効いている。危ねえ。いや、カウンターアタックに入るか。グーない。もう相手のカウンター、ディフェンダーが必死に戻ります。やば、試合前にニュースがありましたが、リバプールが選手を獲得しました。はい、この遺跡でチーム力は。いやー、よくないね。調子こきしてたっすなよ。グーないで。そういうガッツのあるプレー好きよ、監督。今の誰わからん。言おうかな。ここね。かか。いい読みでしたね。鈴木。ジェゴボールを回して前のスペースを探します。いや、うまい。おるよ。いや、そこがハッキーでよかったよな。このクリアは小さい。オフ、オフか。オフ、オフ、オフ。チャンスに見えましたが、オフサイドの判定です。そう、散りすぎましたね。攻撃はカットされ、相手ボールになりました。えちょっと
え？ファウルは？クギ！クギ！うわっ！ガチかカッキーなのよ、だからストライカーはうちのストライカーかけてて当たしてもらってますうん、やめてブロザークしとけキーパーはセーブしたものの相手に絶好のチャンスを与えてしまいましたオッケーオッケーオッケーガチか泥臭いシュート好きよ期待のスイッチあっという見方いや、トゥチッチよトゥチッチトゥチッチ J に変えて J に変えてトゥチッチトゥチッチやめてもういいよスティッチみたいになってるからいやまあ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 まだいけるでしょうシャナティップ2点差が危険やからここで気引き締めてもう1回0対0やと思って戦わないとダメなんでジェゴジェゴボールを前に運びます前でいいよ前でいいよ勝てグーグワ無理か相手の攻撃を断ち切ります素晴らしい素晴らしい何を狙うのかグワ狙ってきた素晴らしい読みでインターフェースを切り替えろ切り替えろやばい絶妙なパスおい決定機の阻止に当たるレッドはやりすぎなんじゃんほらけどそらそうよちょっとでも痛い痛い痛いもうやってもだ痛い痛いもう一個前でできんかもう一個前でできんかレッドかスガちゃんスガちゃんじゃないわ福森さんでこのボールすごいそれは止めるかさすがになはい、これしますからふくもりあきと高いパスで裏を狙います通ればチャンスだかいグワフェルナンデスこのシュートを弾いたやばい、カウントやばい今のを決められなかったのは信じられませんああいうチャンスはめったにないのでもったいないですよねじゃあいらんって弾くとこキーパーのミスを見逃しませんそういうことなんぞなんだけどちょっとロランクでもこうなんよバボー近っ素晴らしいしかしキーパーもよく反応してもうセカンドのちゃんと狙ってるから滝田はそうやっぱりそういう選手だからで、ちょっとここで、トクマに変えて、タムカイ出して、タムカイ左サイドバックに置きました。西矢、西矢。ルーカス・フェルナンデス。ルーカス・フェルナンデス、ドリブルめっちゃうまいんでね。ここから狙うのか。グワッ！クリア！止め歯が抑えられない。さあ、どうなる？素晴らしい。いや強いな。タム。高いボールで。素晴らしい。何かしてきそうですが、チャンスかと思いましたが、相手ボールになりました。カウンターのチャンスです。このカウンターは不発、ね、ボールをキープできませんアディショナルタイムに2分加算されましたねいい位置ですおいパワープレイヤーかしまれ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 相手を抜きましたオッケーオッケーオッケー腹立つわこれしますんでくるなカキタがかしまってますいやジジガイス出ましたいやー素晴らしいこれ欲しかったな欲しかったいや全然なんか俺チャンス作れんかったなオッケーオッケーオッケーお前落ちぶれたなお前も
これで先制点、素晴らしい。素晴らしい。開幕戦3対0の勝利。何が素晴らしいって、このポゼッションを 61% して、しっかりボールを支配しつつ、3対0で勝てたっていうのがまた素晴らしいですよね。さあ、試合後インタビューに参りましょう。選手たち 100% の力を発揮してくれました。選手たち健闘を称えます。これは本当に。よくやってくれました。素晴らしかったです。いや、素晴らしいですね。見てください。出場停止だけか。うわ、そう。J5 やっちゃったんだった。見てください、皆さん。こんなことありますか、J1 で。特殊モス1位です。まだ1試合目やからな。まあな。J5。やりよったな、貴様。次が、対戦が、名古屋グランパスということで。名古屋グランパスは強敵なんでね。古巣が2人いるんで。柿谷と、山崎。まあ、あの選手たちに負けないように、次やっていきたいと思います。勝ちたいね、次こそ。まあね、今日はじゃあ、とりあえずこの辺にしとこうかなと思います。した？してない。ほんまは？してない。ほんまは？した。帰って。なんで？閉したらできんっていろいろあるから。今日は、こんな感じで終わりたいなと思います。補強とかあれだったら、もし、考えたらなくはないんですけど、補強、なんかこの選手補強してほしいなとかあったら、ちょっとコメントに書いてください。あと、もっとこうしてほしいところがあったら、コメントに書いたりしてくれると嬉しいです。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。次の動画まで。さよなら。次絶対勝つ。おい、無理じゃん。